ご視聴ありがとうございます。左のグリップを勉強しました。次に右のグリップ考えてみたいと思います。体とクラブの接続点であるゴルフのクラブにあるグリップと呼ばれているこの部分、そこに左手、そして右手、どのようにグリップするか、いろいろな考え方があると思うんですけれども、ただボールにこう当てるだけ、目の前のボールにこのクラブを使って当てる、いろいろなアイディアでこれはできると思うんですね。ただ体の中心から回転運動、うまく接続した状態でクラブを最大限にこう能力出すとなると、やはり正しいグリップの押さえておきたい基本というのがあると思うんです。それが前回の左のグリップになりました。その左のグリップだけでも実はある程度ボールを飛ばすことが可能なんですね。ただもっと飛ばしたい、フックさせたい、スライスさせたいというコントロールをいろいろな形でしたいとなった時に、右手が左手の補助、助けることでいろいろなバリエーションが可能になってくるんですね。右手がどういう形で左手をサポートするか、うまくサポートできればいろいろな球が自在に将来打てるようになります。ここでは右手の薬指と中指の握り方、形の考え方、そして人差し指と親指の連携、そしてもう一つ、クラブをどのような形でバランスよく扱うか、この3つ、それを考えていきたいと思います。先ほども少し話しました。左手のグリップが働けば、ゴルフのクラブというのは生き生きと動くわけですね。動くことによってボールを飛ばすことができますが、右手がサポートすることで飛距離がグググッとこう上がっていくんですね。ですから右手のグリップしっかりと勉強して、左手のサポート役として存在するという、どんな動かし方ができるのかということを考えていきたいと思います。まず中指、薬指の第一関節、第二関節をこういう形でセットします。それを左手の人差し指の上に置いてあげます。この状態で第一関節、第二関節でこの字、カタカナのこの字を作ってあげるだけで、実はクラブをバランスを取るのは非常に難しいんですけれども、もうこれである意味右手の接続というのがクラブとできたわけですね。ですからガツッとこうやって持ってという考えでは全くないんですね。右手に力がある人というのはたくさんいると思うんですね。右手が器用だという人もたくさんいると思います。右手で何とかしたいですけれど、接続点である最初の部分というのはたったこれだけですね。これだけだったらもうどうしようもないですね。力の伝えることが全くできませんから。ただこれが将来左手のサポート役として生きてくる。バランスが取れてない、これが重要なんです。グラ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 しているから、逆に考えればヘッドが走るわけですね。しっかり握れば握るほど実はヘッドは走りづらい。これすごく何か逆のような感じがするんですけど、力を入れた方がボールを飛ばせるんじゃないのかな。ところがクラブという道具を使うためには、うまく使うためには、ぐらついて不安定なぐらいの方がヘッドを速く走らせることができるわけです。まず最初にこの2本の指がこの字を描くことによって、このような形でセッティングされるということを覚えてください。ここで見ていただくと分かるように、手のひらは全くグリップと接地してないですよね。さあ、右手のグリップが中指、薬指がこういう状態で
左手の人差し指の上に第一関節、第二関節を90度の角度にすることによって最初のステップで分かっていただけたと思います。次に人差し指のこの部分、手のひらに近いこの部分にクラブをこのように当てがいます。2本だけでは非常にバランスが悪かったものをこういうふうに寝かせてあげることによってクラブが落ち着きました。まだこの手のひらは全く何も働いてませんけれども、3本の指をこのような形で使うことによって形を作ることができる、こういう言い方ができますよね。これ何の形かというとトップの形になるわけですね。不安定だからクラブのヘッドを走らせることができるという話をしましたけれども、タイミングを少し作ってあげることによってヘッドを速く走らせることに関しては非常に有効になります。2本のつまり薬指と中指の第一関節第二関節で作った鍵型が引っかかり、それをちょっとだけサポートしてあげるのは人差し指というふうに考えてください。この形ができました。これは例えばそちらに向かって中指薬指を下に動かしてあげるとどうなるか。スッとクラブのヘッドが勢いよく動くことが分かりますよね。指先のちょっとしたバランス、力加減だけでテコの原理でこういう状態ができる。これを将来スイングの中に取り入れたい、生かしたい、そういう働きを右手がしてほしいなというところでこういうセットアップがあるというふうに考えてください。親指は根元が人差し指の方にこういうふうな形で近づくことによってここに V の字が生まれますよね。この V の字が先ほどのこの状態をさらに安定させるというふうに考えてください。これでぐらつきが収まります。親指というのはこういう動き、つまり親指のこの指紋がねありますよね。これをグッグッグッと前に押すという動きは非常に強いんですね。とっても強く力を加えることができるんですけれども、この力というのはゴルフのスイングの中には入れてほしくないんです。親指は非常にそのパワフルな力を出せる能力を持った指なんですね。ただここで言う力というものはスイングをするときに逆にヘッドのスピードを落とすということにつながりますので、押すという形をグリップの中に作らないために押せないように V の字を作ってあげます。もしこの親指が真上にグッと押せる状態でセッティングされると、ダウンスイングで親指を使って打たざるを得なくなる。せっかく作った良い左手の働きを無視する、そして体と腕のつながりもいつまでたってもできないということになります。それぐらい右の親指というのはパワフル、しかし使い方を間違えるとスイングの邪魔をするということになりますから、ぜひここは気をつけて。 V の字を作ったところで実はこの親指がクラブを押さえつけているかというとそうじゃないんですね。ほんのちょっとここに隙間が空いててもいいぐらいだと思います。まだこの時点で右の手のひらというのはクラブに触ってないんです。ここが非常に面白いところです。この右の手のひらというのはクラブ自体を触るのではなく、左手との接続コネクション、左手と右手の結合、この部分が左手の親指の付け根と合致することで一つの共同体というかユニットになるわけですね。これでグリップが一つになるわけです。ですから左手のいいところ、右手のいいところを両方が協力し合える体制を整えられるかどうかというのは、右の手のひらの空いているところの隙間に左の親指の付け根のこの膨らみがそのまんま
スポンと入ってくれればもう完璧です。さあ、小指の話をちょっとしてませんでしたけども、小指は左手と裏側の接続として左手の人差し指とこのように絡ませることもできますし、または左手との人差し指と中指にできたギャップにこのように置くことによって収まって外側を良いバランスで整えるということもできます。右手のドリルとして、例えば手のひらをしっかりともうパンチですね、ぐっと開いて小指と親指をできるだけ離して、この3本の関節だけでクラブを担いで、この状態から中指薬指を少しこう下に持ってくる、こういう形を何回かやってみて、これが良いドリルにつながると思います。さらにこの形が体の目の前で今度はクラブのヘッドが下に動かされ、ボールを打つとなるとどうしても器用な右手で何とかしようという考えが起きがちですよね。ですけども、そうなると知らないうちに力が入りやすいように自分なりのアレンジをしてしまって、気がついた時にはクラブのヘッドをうまく動かせない、クラブの能力を活かせないという握り方になっている場合があります。そういった形になることがあると思うんですね。ですから左のサポート、どういう形で右手がするべきなのか、一本一本の指、そして手のひら、全てに役割があったあるということを考えてですね、基本に戻って勉強してみていただければいいと思います。